俺の名前は石井忍。一週間前に国選会という組織に顧問役で入った38歳。これまでの経験を生かして組織運営のアドバイスをするのが俺の仕事だ。この日は組織に入って初めての本家幹部会に出席。緊張しながら一門の活動方針について話をしようとしたのだが、ふざけんじゃねえぞてめえ、一言目を発しようとした瞬間、部長の藤原浩二がブチ切れた。俺は指名されて亀裂しただけ。切れられる理由などない。そんなことを考えていると、浩二のパンチが俺の顔面に炸裂した。痛っ。突然殴られた俺は大混乱、そして訳のわからないまま浩二にマウントを取られてしまう。何をするんですか。俺は懸命にやめてくれと頼んだが、浩二は聞く耳を持たなかった。俺は会の参加者たちが見ている前で浩二に馬乗りでボコボコにされてしまう。どうして誰も止めてくれないんだ。誰が俺を止められるってんだよ。俺は本家の組長だ。参加者の中で俺より偉い奴はいねえ。生意気にも止めようって言うんなら、ついでにそいつもボコボコにしてやるよ。浩二の言葉通り、出席者たちはみんな見て見ぬふりをしている。おい、クソガキ。クソガキだと。昨日今日組織に入ったばかりの人間を脇を使いして何が悪い。いいかクソガキ、お前みたいな人間が本部幹部会で発言するなんて許されねえ。今回は初めてだからこの辺にしておいてやるが、二度とこの場に姿を現すんじゃねえぞ。本家幹部会は本部長以上の人間は必ず出席しなければならないという決まりがある。浩二は来るなと言うが、顧問役の俺が出席しないわけにはいかない。とはいえ、今反論してもボコボコにされるだけだ。納得がいかないと思いながら、俺は浩二に従い会場を後にする。畜生、俺だって好きで参加してるわけじゃない。新人が出るなって言うんなら、あらかじめ話をつけておけってんだ。まったく。会場の外で、一人で浩二への不満を口にする俺。しかし、本家幹部会なんて、そう頻繁に行われるものじゃないはずだ。次の会議までに信頼を得られれば、もうこんな目に遭わずに済むよな。この時俺はまだ事態を楽観的に考えていた。翌日、本家幹部会が週に1回のペースで行われることが決定する。ここ最近、一門の動きが激しいからというのが会議を開く理由だそうだ。そして俺は本家幹部会が行われるたびに浩二に馬乗りでボコられてしまう。何回殴ったら理解するんだ。てめえは散歩で何もかも忘れちまうほど愚かなのか。気に入らないかもしれませんが、立場的にも俺も出席にならなければならないんです。俺はまた浩二にマウントを取られてボコボコにされている。この頃には浩二が馬乗りで俺を殴るのが本家幹部会の名物になっていた。以前は戸惑っていた参加者たちも、今は見向きもしない。なんだてめえ、俺のやることに文句はあるのか。俺を誇る浩二のもとに、一人の参加者がやってくる。そいつは、とある参加組織の組長だと名乗った。俺にもやらせろだと。新米の分際で、いきなり顧問役。しかも会議に出てくるのが気に入らないってか。俺と全く同じ意見だな。
よし、わかった。お前もボコボコにしてやれ。コウジがそう言うと、この組長を名乗るお調子者は、俺の顔を踏みつけ蹴り上げた。痛さで顔を歪ませる俺を見て、コウジは嬉しそうに笑っている。こうして、本家幹部会が行われるたびに、俺の体に傷が増えていった。いつまでこんな扱いが続くんだ。7回目の本家幹部会でも、俺はコウジにボコボコにされてしまう。この頃になると、俺は幹部会と聞くだけで気分が悪くなるほど追い詰められていた。しかしコウジの嫌がらせはどんどんエスカレートしていく。ついには俺が事務所に来ることにもケチをつけるようになった。なあ、邪魔じゃねえか。俺が仕事をしている背後でソファーにふんぞり返り、取り巻きたちにそう問いかけるコウジ。何がですかって、あいつに決まってんだろ。あの傷だらけの間抜けずらした、なんとか役のクソガキのことだよ。顎で俺を指さす組長。取り巻き連中も俺を見下すように笑っている。傷だらけにしたのは俺だって。確かにな。でも、俺が悪いわけじゃねえよな。お前らも、チビの頃工場見学に行っただろ。そん時はしゃいで喋りまくってたら、大人に怒られたよな。俺なんて工場のおっさんにぶん殴られたぜ。あれと同じだ。幹部会を見学に来たんなら、死後は禁止。あいつはそれを守らねえんだよ。勝手なことを言う工事。発言しろと指名されたんだと言い返したかったが、俺にはできなかった。つうかよ、そもそも顧問役って何？取り巻き連中はよくわからないと答えた。俺と若頭、それに3人ほどの幹部がいれば、他の役職なんていらねえよな。取り巻き連中にそう問いかける工事。本気で同意しているやつもいれば、工事に逆らえず合わせているだけの人間もいた。おいお前、あいつの椅子蹴ってこい。ふんぞり返りながら取り巻きの一人にそう指示する工事。あいつの方が立場が上だから難しいだと。そんなの関係ねえ。やれ、俺の命令だ。言い返してきやがったら俺がフルボッコにしてやるから安心しろ。工事に指示された組員が恐る恐る俺の椅子を蹴る。もっと思い切りやれや。遠慮してんじゃねえ。工事に怒鳴られて萎縮する組員。椅子を蹴るってのはな、こうやるんだよ。そう叫んだ工事が俺の椅子を思いっきり蹴飛ばした。椅子から転げ落ちる俺。そんな俺を見て工事はゲラゲラと笑っている。この日を境に事務所内でも俺への嫌がらせが始まった。突然ぶん殴られるなんて日常茶飯事。末端の靴を舐めさせられた日もあれば、机に遺影を置かれた日もあった。そんな日が続けば当然俺も消耗してしまう。10回目の本家幹部会が行われる頃には俺の精神はギリギリの状態だった。もう限界だ。今度あいつが殴ってきたら脱退してやる。そう覚悟を決めて本家幹部会の会場に足を運んだ。証拠にもなくまた来やがった。皆さん、今日の余興もお楽しみに。どのタイミングで泣き出すか予想しながらお待ちください。俺を殴ることを余興だという工事。参加者の半分くらいは工事の言葉で笑って嫌がる。そうこうしている間に本家幹部会がスタート。そうして今回はどうしても俺が喋らなければならない場面があった。では現状一門が抱えている課題について説明させてもらいます。今の課題はな、お前みたいな無能なガキが組織にいることだよ。俺の話を遮り立ち上がって叫ぶ工事。司会に指名されたので喋っているだけです。大事なことを伝えなきゃいけませんので、
少し黙ってください。黙れだと、誰に向かって口を聞いてやがるんだから。激高したコーチが俺に飛びかかってきた。そして毎度のように俺を突き飛ばし、マウントを取り馬乗りになって殴り出すコーチ。一体いつになったら覚えるんだよ、本家幹部会はな。コージは思い切り拳を振りかざした。末端のガキが出れる会議じゃねえ。そう叫び、俺の顔面に振りかざした拳を叩きつけるコージ。俺の鼻から真っ赤な液体が勢いよく吹き出し、コージの拳を汚す。もう限界だ。どう？こんな組織やめてやる。どうぞどうぞ。その言葉を待ってたぜ。ただ黙ってやめさせるわけにはいかねえな。世話代きっちり請求してやるからよ。俺にまたがったまま、勝ち誇ったように笑う工事。その先会場の奥から若頭がやってきた。親父、謝罪を。会場に消されます。若頭は静かに工事にそう伝えた。え？若頭の顔をまじまじと見る工事。工事は若頭が顔面蒼白になっていることに気づいたようだ。まっそうな顔しちまってどうしたんだよ。それに会長ってどういう意味だ。こいつと会長なんて縁もゆかりもないだろ。会長という言葉を聞いて、コージの顔色も少し青くなっている。それに会長はほとんど表には姿を見せないはずだ。現役じゃない人間が出しゃばるのは良くないってのが、あの人のポリシーだからな。もしこいつが会長と仲が良くても、口封じちまえばバレることはねえって。親父、会長を怒らせるとどうなるか、知ってますよね。もちろんだ。少しでもあの人を怒らせたら、この世界で生きていけなくなる。絶対に怒らせたらいけねえお方なんだよ、あの人は。彼は会長が直々に顧問役に任命した人間です。他にも会長が直々に任命した幹部は何人かいますが、彼はその中でも特にお気に入りの一人。そんな人間を馬乗りで殴るって。若頭の言葉を聞いたコージは、とっさにマウントを解き、俺から離れた。こいつが会長のお気に入りの一人だと、そんな話信じられるかよ。こんなガキが会長のお気に入りだなんて、嘘に決まってる。若頭は、吠えるコージを無視して俺に近づいてくる。本当を、国選会の若頭、藤原義雄です。おはずにお目にかかります。若頭ですか、俺は。忍さんですよね。会長から話は聞いています。このところ少し忙しくて、幹部会にも事務所にも顔を出せませんでした。申し訳ありません。いえ、あなたの方が立場は上です。謝らないでください。若頭と話をしていると、会場の奥から威厳のある中年の男性が姿を現す。本家幹部会ってのは、随分と物騒な会議なんだな。その中年男性の姿を見た瞬間、幹部会の参加者たちは一斉に立ち上がり、頭を下げた。会長。工事も例外ではない。会長の姿を見た瞬間に姿勢を正し、頭を下げる。俺もそうしなければならないと思ったが、痛みで立ち上がれない。そんな俺に会長がゆっくりと近づいてくる。大丈夫か？会長が俺に手を差し伸べてくれた。はい、なんとか。会長の手を借りて俺は立ち上がった。会長、いらしてたんですね。背筋を曲げ、手をこすりながら会長に近づく工事。会議ってのは話し合いをする場だよな。その通りです。
お前は何をしていた？これにはちょっと訳がありまして。おお、こいつ態度が悪いんですよ。人が話をしているのにあくびをしたり、他にも敬語を使わなかったり、机に足を乗せたりしてですね。なるほど、報告は事実だったわけだ。おい忍、これまでに何回こいつに殴られた？俺が本家幹部会に参加するようになってからずっとですので、これで10回目です。そうか、気づいてやれなくてすまなかった。もっと早く視察に来ていれば。ちょっと会長、俺の話聞いてます。俺がこいつを殴ったのはこいつの態度がなってないからで。ああ、お前誰に向かって話聞いてんのかとか言ってんだから。工事を睨みつける会長、参加者たちの間にも緊張が走った。申し訳ございません。ただ俺がこいつを殴ったのには理由があるって言いたかっただけで。全部嘘だろ。聞く価値などない。嘘じゃありません。次の瞬間、会長の拳が工事の顔面にめり込んだ。こいつが一人敬語を使わないなどありえない。目上の人間にはもちろん、部下や後輩に対しても敬語を使う丁寧な男だ。机に足を乗せただと。こいつの座っていた机には靴の跡などついていないじゃないか。会長はすぐに工事の嘘を見抜いたようだ。嘘を指摘された工事は青い顔でうつむいている。ところで会長はどうしてここに？とある人物から報告を受けてな。最近幹部会で組長が暴れている。そのせいで会議が長引いているってな。誰なんですかそいつは。密告なんて卑怯な真似しやがって。告発者の名前なんて出すわけねえだろうが。そんなもんどこの世界でも常識だ。工事は恨めしそうに参加者を見渡した。こいつなりに密告者を探そうとしているのだろう。とにかく報告が事実だと判明した以上、お前を組長に置いておくわけにはいかない。工事、お前は今から本部長に降格だ。本部長ということは、うちの組織では顧問役の一つ下ということに。工事の顔色が一段と青くなった。お願いです。それだけは勘弁してください。こいつが会長のお気に入りだってことはわかりました。だから今後は殴ったりしません。なのでどうか降格だけは。会長にすがりつく工事。しかし会長はそんな工事を突き飛ばした。組織の風紀を乱した罪は重い。決定が覆ることはない。そんな。ショックでうなだれる工事。すると会長が工事に近づき、目線を合わせた。よりにもよって忍をいたぶってくれるとはな。俺はここに来る前から忍のことはよく知っている。お前なんかとは比べ物にならないほど優秀な人間だ。これからは忍の言うことをよく聞いて心を入れ替えろ。工事は悔しそうに唇を噛むだけで何も言い返さなかった。忍、これからはこいつをしっかり指導してやってくれ。組長の座に長く居座っていたせいか、人としての立ち振る舞いを忘れちまったようだ。わかりました。会長のおかげで一瞬にして俺と工事の立場が逆転した。これからはこいつに理不尽に殴られることはない。そう思うと解放感と同時に今までやられたことに対する怒りが再燃した。組長、いや工事、今までよくもやってくれたな。俺も工事に近づいて目線を合わせた。さっき会長は俺は誰に対しても敬語を使う丁寧な人間だと言ってくれた。それは事実だ。
俺自身そう心がけているからな。しかしお前だけは例外だ。お前なのに敬語を使う理由はどこにもない。尊敬できる部分が何一つないからな。コウジは今にも殴りかかりそうな勢いで俺を睨みつけてきた。なんだその目つきは。目上の人間をそんな目で見ていいと思ってるのか。こりゃ徹底的に指導する必要がありそうだな。明日からが楽しみだ。コウジは何か言い返したそうだったが、拳を握りしめマナーなと震わせるのが精一杯だった。それじゃあ明日からそいつの世話を頼んだぞ。わかりました。忍、お前には期待している。そう言って俺の肩を叩いた会長は会場から去っていった。本家組長の電撃解任という異例の事態により、この日の本家幹部会はここで解散。応急処置として若頭が組長代理を兼任することになる。そして翌日、工事の本部長として初出勤の日を迎えた。おいっす。ふてぶてしく挨拶しながら事務所に入ってくる工事。なんだその挨拶は。なあ。生意気な態度の工事を俺は思いっきりぶん殴ってやった。何しやがる。何をするんですかだろうが、本当に口の利き方を知らないんだなお前は。てめえ調子に乗りやがって。俺はもう一発工事の顔面にパンチをお見舞いしてやった。てめえじゃない、石井さん、それか忍さんと呼べや。もう忘れたのか、お前は本部長だ。地位は俺より一つ下なんだぞ。顔を押さえながら思いっきり俺を睨みつける工事。何か言いたそうだな、言ってみろ。俺はお前と違って寛大だから話をすることくらい許してやる。その代わり少しでも内容が気に入らなかったらボコるからな。なんたってお前は本部長で俺より。なんでもねえよ。いや、なんでもありません。声を震わせながら敬語を使う工事。やればできるじゃないか。よし、その調子で挨拶もしてみろ。おはようございます。なんだって、声が小さすぎて全然聞こえねえよ。おはようございます。よくできました。おい、手を出せ。なんで。いいから出せ。上司の命令が聞けねえのか。わかりました。悔しそうに震えながら手を差し出す工事。これは飴だよ。こんなものどうして。もっと喜べや。幼稚園児は飴をもらったら喜ぶんじゃないのか。誰が幼稚園児だから。お前以外誰がいるんだよ。きちんと挨拶できましたって褒められるのは幼稚園児までだ。それ以上の年になると挨拶できて当たり前だからな。お前はようやく幼稚園児のレベルになれたってわけ。俺のおかげだな。この野郎。コウジは力いっぱい拳を握りしめた。殴るのか。お前より一つ立場が上の俺を殴るんだな。上等だ。やってみろや。その瞬間、反逆の意思ありとみなして一問をあげてお前を追い込んでやるけどな。俺の言葉を聞いてコウジは拳を引っ込めた。それとお前、いつまでそこでぼーっと突っ立ってるつもりだ。お前事務所に何しに来たんだよ。仕事だよ。だったら早く持ち場につけや。いつまでもプルプル震えながら突っ立ってんじゃねえよ。もしかしてあれか、トイレに行きたいけどトイレの仕方もわかんねえのか。まあ挨拶のやり方もわかんねえようなやつだ。一人でトイレに行けなくても不思議ではねえな。そうじゃねえよ。おい、誰かこいつをトイレに連れて行ってくれや。それかおっさん用のおむつ買ってきてこいつにつけてやってくれ。畜生。そう叫んだ工事は
乱暴に玄関の扉を開けて外に飛び出していった。昨日は真っ青だったのに今日は真っ赤になってやがった。面白えな。明日は真っ黄色にしてやろうか。人間信号機の完成だ。これでもかと工事をからかって、俺は今までの憂さを晴らした。しかし、愉快だったのもつかの間。工事は何一つ褒めるところがないレベルの無能だった。一週間後、末端組員が気まずそうに業務の報告にやってくる。杯ごとの参加者名簿がまだできてないだと。担当したのは誰だ。その組員は、担当者は工事だと言った。招待状の返事を見て名前を書くだけの簡単な仕事じゃないか。それも大した人数じゃない。招待状を送ったのは50人程度のはずだろう。申し訳ございませんと頭を下げる末端組員。工事を呼べ。その後、工事は一応謝罪はしたが、参加者名簿を作りきることはできなかった。結局別の幹部組員が、工事の尻拭いをすることになる。毎日こんな調子で3ヶ月が経過。この日俺たちは、定例の本家幹部会に出席することになる。しかしこの3ヶ月間、俺を含め組員たちは、工事の尻拭いしかしていない。国選会組員たちの工事への不満は爆発寸前だ。本家幹部会でも工事の処遇に注目が集まった。本日は久しぶりの本家幹部会になりますが、残念ながら明るい話題はほとんどありません。その原因は前回の幹部会で組長を解任になった工事です。こいつはとてつもない無能で、何一つまともに仕事を完成させることができませんでした。会場の視線が工事に集中する。こいつは組長だったにもかかわらず、人事を全く把握していません。そのせいで業務の効率は大きく低下しました。自分さえ良ければいいと考えているのか、報告や連絡もまともにできません。ほうれん草を書いたことで、余計なトラブルも頻発しました。大勢の前で無能っぷりをさらされる工事。しかし全て事実なので、工事は恥ずかしそうにうつむくだけで何も反論しなかった。工事のいい加減な仕事っぷりのせいで、組織の結束力は低下しました。末端組員が、あんな奴が上司ではやってられないと騒動を起こすなんてことも、もういいだろ。恥ずかしさに耐えられなくなった工事が声を荒げた。どれだけ俺に恥をかかせれば気が済むんだよ。俺はお前がやったことを報告しているだけだ。それに今日は傘下の幹部たちも来ている。そいつらにも聞いてもらう必要があるだろう。参加者たち全員がしらけた視線を工事に送っていた。一門の繁栄のためにはお前の無能っぷりを多くの人に知ってもらう必要があるんだよ。分かったらおとなしく座っとけ。報告しなきゃいけないことはまだまだあるんだ。会場の空気を読んだ工事はおとなしく着席した。その後、俺はこの3ヶ月間に起きた工事が原因のトラブルを事細かくすべて報告する。報告が終わるのに30分もかかってしまった。参加者たちは全員うんざりした顔をしている。工事の無能っぷりを思い知ってくれたようだ。親父が気の毒な目で見られている。俺がガキの頃は、みんな親父を尊敬していたはずなのにな。どうしてこうなっちまったんだ。若頭は悔しそうにそう言った。組長という立場に溺れて、だんだんと人間性が腐ってしまったのか。情けねえ。自分の親父が権力を持つとダメになるタイプの人間だったなんてな。目にはうっすらと涙が浮かんでいるように見える。確かに昔は優秀だったな。だから俺も後を託したんだ。それがまさか幹部会で部下をいたぶるような
小物になり下がっちまったとは。会長は大きなため息をついた。人間、ダメになるととことん落ちぶれるんだな。まさかあの工事が本部長ごとき役職すら止められなくなってるだなんてよ。いや、ここ最近は調子が悪かっただけで、俺の実力はこんなものでは。いや、この3ヶ月の失態こそが、お前の実力なんだよ。なんだと。会長や若頭が言うように、昔は優秀だったっていうのは本当だろう。でもその当時だって、お前の実力なんて大したことはなかったと思うぜ。何も知らないガキが偉そうに。昔の権力を手にする前のお前は、仲間たちを大切にする人間だったんだろうな。だからみんなついてきてくれたんだろうよ。野心と熱意にあふれた魅力的な人間には、自然と人が集まるもんだ。講師は何も言い返してこない。今じゃ、お前に寄ってくるのは権力にこびたい雑魚ばかりだろう。権力に溺れた人間には、そんな奴らしか寄ってこねえ。腐った匂いがするからな。忍の言う通りだ。お前に限らず、人一人の実力なんて大したもんじゃねえ。常に周りの人間への感謝を忘れないこと。それが何よりも大事なんだ。お前は、そんな基本的なことを忘れちまった。残念だよ。会長に見捨てられたと感じたのか、浩二は今にも泣きそうな顔をしている。お前は、もう一度初心を思い出す必要がある。浩二、会長命令だ。今から言うことをよく聞け。はい。今日付けで、国選会の本部長の地位を剥奪する。鉄人会の末端から、もう一度やり直せ。国選会の風紀を生み出した罰、役職を全うできなかった罰だ。鉄人会。鉄人会って、一門の中でも最小の、あの、鉄人会ですか。そうだ。それと、お前の家と貯金、車などその他財産もすべて没収する。嘘だろ。初心を思い出すためには、家も金も車も邪魔なだけだ。給料は、鉄人会の末端だと、月7万くらいだな。家も貯金も没収されて、月7万でどうやって生活しろって言うんですか。若い連中が暮らしている寮を貸してやる。50を過ぎて、若い衆と同じ寮で暮らせたなんて、ひどすぎる。悔しかったら、もう一度成り上がってみろ。お願いします。今から心を入れ替えます。だからどうか、降格だけは勘弁してください。この年で末端だなんて、恥ずかしすぎます。ダメだ。合格が覆ることはない。だったら、せめて家と金だけは残してください。降格を受け入れますから、どうか財産だけは。お前に初心を思い出してもらうために必要な処置だ。もし受け入れられないというなら、脱退してもらっても構わんが。脱退の条件は、さっきの罰を金額にすると、3億円といったところだな。さあ、3億。そんな、財産を没収するよりひどいじゃないか。今すぐ3億用意するか、降格を受け入れるかどっちだ。選択肢は一つしかないだろう。降格を受け入れるんだな。それしかないんでしょう。理不尽な二択を迫られた結果、工事はふてくされてしまった。一度は組長まで上り詰めることができた人間だ。初心を思い出せば、末端なんてすぐに卒業できるだろう。そんなに気を落とすな。20でこの世界に入って、一生懸命頑張って、ようやく組長になれたんだ。ここまで来るのに相当苦労した。老後のために家も用意したし、金も貯めたのに。全部自分の責任だろう。高い地位に居続けるためには、相応の努力をしなきゃいけねえんだよ。俺がそう言ってやると、浩二は、
鬼のような形相で睨み返してきた。お前さえ来なければ、俺は組長のままでいられたのに。あれだけ怠けてたんだから、遅かれ早かれこうなってただろうよ。人のせいにするんじゃねえ。このガキ、最後に一発、思いっきりぶん殴らねえと気が済まねえ。そう言うとコーチは、俺を殴ろうと飛びかかってきた。しかし、会長にあっさりと阻止されてしまう。止めるんじゃねえ。殴らせてくれ。その悔しさを仕事にぶつけろ。離せよ、畜生。コージは涙を流し悔しがった。鉄人会の組長、こっちに来てくれ。会長は鉄人会の組長に、コージを事務所に連れて帰るように指示した。泣きすぎてくしゃくしゃになったコージは、鉄人会の組長に連れられて、幹部会の会場を去る。翌日から、コージの末端組員としての生活が始まった。しかしコージには、もう一度成り上がろうという気力は残っていなかったようだ。結局2ヶ月で寮から逃亡、行方不明となってしまう。組員たちがコージの部屋を訪れてみると、足の踏みもないほど汚れていたという。若頭、お話があります。コージが行方不明になったと知らされた翌日、俺は若頭に声をかけた。まず最初に知っているかもしれませんが、コージが行方をくらましたそうです。そうですか。若頭は至って冷静だった。すみません。正直に言うと、もっと落ち込まれていると思いました。権力に溺れた人間の当然の末路だと思います。ただ忍さんには最低な野郎でしょうが、俺にとっては唯一の父親でした。父親としては、まあ悪い人間ではなかったと思います。全く落ち込んでいないといえば嘘になりますね。気持ちは理解できるつもりです。その、なんというか、気を使ってもらわなくても大丈夫ですよ。ありがとうございます、若頭。次は会長からの伝言です。会長から？ええ。今、若頭は、組長代理を兼任されていますが、正式に次期組長になってみる考えはありませんか？俺が次期組長ですか？ここ最近の仕事ぶりを評価するとのことです。俺からも進言させてもらいました。若頭こそ、次期組長にふさわしい人間だと。ありがとうございます。嬉しいのですが、少し考える時間をください。構いません。会長も返事に期限を設けていないと言っていました。自分も油断すると、親父みたいに堕落するかもしれない。覚悟が決まったら、いい返事ができると思います。若頭なら、きっといい組長になると思います。何より人望がありますから。若頭は照れくさそうに頭を下げて去っていく。俺は謙虚な若頭の姿を見て、もうすぐ国選会は生まれ変わると確信した。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。